和田正幸と尾崎由香と世界の和ダックスレディオ、皆さんこんにちは。ダックス企画プロデューサーの和田正幸です。皆さんこんにちは。ダックス尾崎由香です。皆さんこんにちは。ダックスエグザイルファンタスティックスの世界です。この番組は日本の漫画アニメなど心震わせる作品を世の中に発信し夢の循環に取り込む企画プロデューサーで人類大体友達和田雅之さんが尾崎由香と世界さんと一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。おいヘイ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 、夜中に考えたのがそれかい。ダメ、みんな友達、人類大体友達って友達じゃないやつもいるのか。だってあの本日ね、素敵なゲストの方が来てくれる、はい、ということで、うん、だってほらまだね初めましてですもんね。ほら朝のルリさんはそう初めましてなんです。そうだから大体友達っていうね、ヘリクツだけを ね和田さん、ね、いやいや。もうちょっとマシなやつ考えてきてくださいよ、ね、まだこれダメ、もうあと4個しかないよ。ストックあと4個、うん、だってさ誰にでも当てはまるじゃん。うん、ダメか。和田さんに的確にストライクゾーンが欲しいよね。もっとストライク、なんかうん、だって和田さん今の受けてさ、うん、来た、うん、うん、まあそうだねっていうでしょ、うん、やっぱ和田さんがグッと来るやつにしようよ。違うか。うん、じゃあちょっと明日の夜中も考えます。はい、ではね、本日はゲストが来てくださってるので、ね、はい、お迎えしましょう。早速始めていきましょう。和田正幸と尾崎由香と世界のワラックスレディオ、ハッピーハロウィン、仮装何する？和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。さてここで本日のゲストの方をご紹介しましょう。 VTuber の朝野瑠璃さんです。おはせろとにんにん、忍者系 VTuber 声優の朝野瑠璃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。なになになに、おはせろとにんにんです。おはセロトニンニン、セロトニンニン、セロトニンニンです。おしゃべったら目が2倍ぐらい開いてね、びっくりしちゃいました。なんて言ってんだろうって思って、ね、早いし呪文のようで、ね、もうファンの方は、ね、うん、そうそうセロトニンか、常に知ってる言葉なんですね。そうなんです。セロトニンとニンニンね、うまい、いいよね。ありがとうございます。いや、朝野さん、VTuber のゲストは初ですか？はい、そうなの、あの、ワダックスラジオね、9年やってて、そう、9年目にして、初の、うん、あの、そういう意味では、キャラクターで言うと、うん、名もなきネズミさんが来てくれたことがあるんですよ。はいはいはい、うん、ネズミさん。そう、VTuber さんは VTuber さんとしては初めての、朝野さん、ようこそ、ありがとうございます。どうも、よろしくお願いします。皆さん、初めましてですか？そうね。朝野さんとは。え、和田さんも初めまして。そうです。この顔の広い和田さんが。まだ VTuber さんちょっと友達たくさん欲しいんで、もうぜひとも友達になってください。第1号ですね。ありがとうございます。嬉しい。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。ということで、朝野さんはどういった方なんでしょうか？はい、え、それあんたが説明するんちゃう？これ説明させていただきます。何言うとるの？これ今ちょっといいんですかね、説明を避けようとしたんで、うん、どうぞどうぞ、ちょっと教えてあげてよ。出身地が石川県、はい、誕生日が1997年8月4日年もりのタイプ。血液型 AB 型、はい、AB 型でた、はい、趣味歌うこと、うん、お酒、おい、麻雀、おい、猫吸い、おい、そして一番大事よこれ、イグビオン活動、イグビオン活動、イグビオン活動、イグビオン、何語、イグビオン活動、イグビオン、イグビオンって読むね、それイグビオン活動って何？ちょっと気になりますね。朝野さんも気になりますよね。気になりますね。イグビオン活動、やっぱね、朝野さんは VTuber さんということでね、推し活すんだ。これじゃあ朝野さん教えてあげてもらってもいいですか、はい、すいません、情報活動と読みます。情報、はい、ほんまに声優系。情報とはあのいろんな情報を調べたりすることですね、うん、あ、そう、はい、スパイね、スパイのその感じじゃないよ、はい、あ、スパイさんは犯人が誰か、スパイ、スパイさん、スパイさんです。スパイさんは情報活動をするんです、ね、はい、情報活動、イグビオンって新しいの逆にかっこいいからなんか。イグビオン活動いいですね。イグビオン活動ね、言い張っていきたいですね。変なの付け足さないで。オナピアちゃんの名付け親ですみたいな、名付け親です、面白いね、優しい、やめて、朝野さん優しい。ダメですよ、優しくしちゃ。え、なんで
ですか。優しくしちゃダメですよ。だって朝野さんはだって声優もやってるから、おざっぴょんちゃんの方が先輩に当たるわけですよ。そうですよ。そうなんですか。声優歴で言えばね、はい、そうね。じゃあしんちゃんドロップキック世紀末編にもね、あ、ご出演されてますもんね。エキュートで、あ、ありがとうございます、ね、めっちゃ可愛いんだから。ありがとうございます。めっちゃ可愛いんだから嬉しい、ありがとうございます。ね、もうね、プロデューサーの柳瀬さんにも大変お世話になってまして、ね、うん、以前ねゲストにも来てもらってるので、ね、仲間ですね。そうですね。じゃあしんちゃんクルーということで、ね、はい、ね、しんちゃんクルーでございます。いいじゃないですかところでね、その、はい、だからどんな情報活動をやってるんですか。確かに、うん、基本的に SNS 上で自分のことをエゴサーチすることを情報活動って言ってます。素晴らしい。あ、それじゃあやってるね。お名前的にもね、朝野瑠璃さんって感じだと絶対出てくるから。確かに。そうですね。でもなんかたまにあれじゃないですか、別の名前とかでちょっとファンがね、うん、バレないように変えたりする人もいるでしょ。あれも全然貫通してますはい、全然伏せ字だったりとか、ローマ字直しとかも全然感じて、すごい、いいですね。プロだね、プロだ。しかもそれを言っちゃうところがいいよね。聞かなかったことに、みんなファンわかってる、みんなわかってるよみたいな。でもいいね来たらわかるからね、うん、そうか、そうね。あと猫吸いだって、うん、はい、猫好きなんですか。猫大好きです。猫飼ってて、はい、猫飼ってる。なんか共通点大沢ペちゃん多いね。 AB 型で猫好きで、そう、私も猫飼ってるんで猫吸いします。あー、やっぱ吸いますよね、うん、決めますよね、日向ぼっこした後に。可愛いんですよ、いい匂い。決める、うん、決める猫吸いを決めるって言うんですよ。あ、なるほどなるほどちょっと猫飼ったことがなくてそうなんですね。そうです、まだ猫吸い経験者なんですけど、うんうん、そう、太陽のような匂いがします。めちゃめちゃいい匂いなんですよね。匂いしますよね。落ち着く。どの辺を吸うとかあるんですか。どこが好きとかありますか。でも足の裏好きなんですよね。わかります。香ばしい感じ、うん、前足。あ、わかります。前足どうやってやるんですか。普通に寝てるとこを吸って全く同じことしたじゃん二人とも全く同じ動きしたけど。猫飼ってる人、ね、耳の裏とかね。あ、耳の裏、そう、せっかくだしね、世界さんに一回猫吸い体験してもらいたいので。いや、ぜひぜひ。多分くしゃみ止まんなくなるの、俺。あ、あれか。猫ちゃんです。大好きなんですけどね。そうなんですね。毛がね、どうもダメみたいで。あ、そうなんですよ。残念。体験させてあげたかったですね。そうなんだ。で、お酒と麻雀と。はい。この趣味すごいですよね。趣味が多い。うん、そうですね、これお酒と麻雀と、お酒と麻雀と、おっさんみたいですよね、はい、確かにでもファンの人も突っ込まれそうなね、うん、よく一緒に話題盛り上がれそうですよね、うん、お酒は何でも飲むんですか。お酒は基本的にビールが大好き。ビールとおっさんっすね。あと日本酒がすごい好きで。おー、強い。強いんですか。熱感ですか、それとも。いや、おでんの出汁割りをした日本酒が。おっさんやな美味しいんですか。めちゃくちゃ美味しいです、ちょっと七味かけて、ね、当てはなんかあるんですか。あ、でもおでんの出汁割りだけでいけるんですけど、去年とかこの時期コンビニのおでん買ってきて、うん、日本酒も一緒に買ってきて、はい、ちょっと半分日本酒開けてからこのカップに買ってきたおでんのやつ、買ってきたおでんのやつ入れて、で買ってきたおでんをつまみにして出汁割り飲む。サラリーマンですね本当にやってること働いた後に ねこれもいっぱいがあって、うん、いいですね。出汁割りね、本当無限に飲めるよ。飲めます、めちゃ美味しい。怖いです。やってみようかな、うん、ぜひ冬だしな。麻雀もやられるんです ね。はい、麻雀最近はあまり触れることが少なくなっちゃってるんですけど、うん、一時期はもう100万出すまでずっとやってましたねなかなか徹夜鉄マンレベルですよ ね。大好きです麻雀。それはネット麻雀ですか、それともリアルの方も。あ、リアルの方も打つことはあるんですけど、基本的にネットでやってますね。まあ、今いっぱいありますもん ねゲームとかね、ジャンタマとかね、そうですね。何でしたっけ、セガのやつ。あ、はい、あるある。 MJ マン、 MJ、 そうそう、 MJ ね、はい。僕もコロナ禍で全然初めて麻雀を大塚明夫さんに教えてもらって、あ、そうなんですね。ネット麻雀だけはやれるようになったんですよ。一緒です。コロナ禍で私も麻雀を。本当に、そうなんです。お仲間、ありがとうございます。そうなんですね。そんな浅野さんは、はい、11月1日にファーストアルバム百花繚乱を引っ提げてビクターエンターテインメントよりメジャーデビューされるということですが。おめでとうございます。ありがとうございます。メジャーデビュー、ありがとうございます。今回はどんなアルバムになりましたか。はい、私2018年の5月に VTuber デビューさせていただいてから、
CD というものでオリジナル曲を出したことがなかったんですよ、うん、ずっとデジタルリリースでやらせていただいてて、うんうん、今回6年目にして初めて CD という媒体で出させていただくことになったので、うん、今までそのデジタルリリースした楽曲以外にもこうタイアップさせていただいた曲だったりとかコンピレーションアルバムに参加させていただいた時の楽曲をギュッと詰めてもうあの朝のルリといえばっていう一枚にはなったのかななんて思いながら素晴らしい、はい、やっぱりフィジカルでねこう、うん、あの物体としてあるとだいぶ思い入れが変わりますからね、うん、確かに永遠に残るから、うん、やボリューミーです全15曲と、ね、はい、あすごいそう初回限定特典でボイスドラマ CD も封入されてます、ね、はい、ボイスドラマ CD もこれすごいんですよねボイスドラマねおおありがとうございます内容になってるんですかゲストもねあそうなんですあのゲストに杉田智和さんに来ていただいてて、ね、そうなんですあと同じ事務所の先輩の小坂井ゆりえさんと、はい、同じ事務所の同期の七原定子ちゃんに出ていただいてて、はい、はい、でえそれすごいね、うん、女性杉田さんはいそうですまあでも杉田さんよくあるからそういうどんなの、うん、えめっちゃなんか、うん、内容は内緒ですかまだあ脚本を家の裏でマンボウが死んでる P さんに担当していただいた、はいはいはい、オリジナルのものになってるんですけど、うんうん、あのネオ東京でサイバー忍者として生きる人たちの話、はい、いいですねなんですけど、まあ、ちょっと役柄とかはあんまりちょっとまだ言えないんですけど、はいはい、お楽しみではいお楽しみにというので全然杉田さんが真面目な演技をしている真面目いやいつも真面目だわどんな失礼なこと言ってんですか、まあ、同い年だからね真面目なのよそうふざけてやってるわけじゃないんだからおっしゃる通りでしたやっぱプロデューサーって怖いよ ねもう言っちゃうから言っちゃうからねこういう時ね誠実な方ですよ本当に優しくて楽しみ、ね、そう楽しみにしておりますありがとうございます、はい、ということでここでですね、はい、浅野さん宛てにメールも届いておりますのでご紹介させてください読めるかな、はいはいラジオネームサラダパンさんからいただきました和田さん尾崎さん世界さん朝野瑠璃さんこんにちはダックス、はい、こんにちはダックス朝野さんファーストアルバム発売おめでとうございますありがとうございます刻印聞きました伸びやかな美しい声と和の曲調がとてもかっこよかったですありがとうございます2つ質問します、はい、まず忍者になろうと思ったきっかけ何かありますか、うん、あとお仕事じゃないときは何をやっていますか教えてくださいああ忍者になったきっかけ、はい、いやあのもう両親が忍者なのでもう産み落とされた時点でもう忍者のレベルが代々なのできっかけなんですねそうなんですなんか伊賀忍者とか甲賀忍者とかあるじゃないですかその流派を言ってしまうとあの伊賀忍者と甲賀忍者の VTuber もいるので、喧嘩になっちゃうからそうですよ、ね、流派は言ってないんですけどそこはねいろいろこう派閥がありますもんね、うん、派閥がありますので忍者っていう、うんうんうん、いいですよ忍ばないといけないから ねそうなんです、うん、何が争いのきっかけになるかわからないのでなるほどあえて流派は言ってないんですけどかっこいいなんか 得意技とかあるんですか私はカトンの術が得意ですあらあらどんな術、はいわかるカトン2本の指でちょんって相手を叩く叩こえて、うん、バカなのかトンって違うかオザピアちゃん違うか忍者も知らんのかい忍者は知ってますよ手裏剣シュッでしょそうそうそ そう、うん、カトンの術カトン以外なんか知ってるのある、うん、忍者、うん、技ねあのあれですよねあの天井の上からこうね忍び寄るみたいなねずいぶんオールドスクールなオールドスタイルだね吹き矢みたいなふってあーはいはいはい吹き矢もありますね、うん、ナルトとか読み矢あ分身の術分身の術あーそうですね分身の術カトンはねそうあの説明お願いできますかまあ、いいですか、まあ、あの火を扱う術ですね他にもいろいろ水遁だったり土遁だったりもろもろあるんですけどそうカトンが一番得意で水遁が一番苦手ですあら、まあ、相性ちょっとありますからね相性ありますからねそうはい、あとなんだっけそしてお仕事じゃないときは何をやっていますか お仕事じゃないときちょっとあの言っていいのか分かんないですけどワーカーホリック気味なので基本的に起きてるときだいたい仕事してます、基本活動のことばっかり考えてやってますね、いいですね、いいですね完全なる休みのときはそれこそね、うん、ちょっとお酒片手にネットマージャンポチポチみたいなこととかやったりしてますねあと猫と一緒にねあの遊んであげたりとかいいですねまったりした休日を過ごしたいと思ってはいます忍者の修行はやっぱりするんですかあ修行も積んできて一応中忍ではあるのでお、はい、いい任務受けられますねじゃあいい任務それなりにそうなんですよなのであんまり修行は最近修行する暇がなくてやってないですねそうか中忍になるとな
忙しくなっちゃうからね。そうなんです。中2になって VTuber を始めたので、はい、あんまりちょっと修行の方はおろそかになりつつはありますね。そうなんですね。はい、僕の友達に、うん、あの忍者がいるんですよ。あ、そうなんですね。あのすごい、あの常忍ぐらいの免許持ってて。あ、素晴らしい。そうそう、で今日何すんのって聞いたら、うん、今日あの怒涛の練習しに行くって言われて、うん、はみたいな、うん、学生だったんだよ僕。はいはい、そうだ、忍者いるんですよ世の中に。いるんだ、潜んでますね。やっぱりいいの、忍者の友達欲しい。いやもういるじゃん。友達って言っていいですか？私でよければ。じゃあ今度一緒にカトンの術やりょう。そんな簡単に。そんな修行しない、飲みに行くぐらいの感じで。一緒にカトンの術、一杯行くぐらいの感覚でカトンは無理よ。出るまでね。修行します。はい、はい、じゃあ続いていきます。はい、ラジオネーム西川さんからいただきました。はい、ありがとうございます。和田さん、尾崎さん、そしてゲストのルリ姉さん、こんにちは。ダックス、うん、こんにちは。ダックス、ルリ姉さん、メジャーデビュー本当におめでとうございます。ありがとう。記念すべきファーストアルバムについて質問なのですが、はい、制作するにあたってこだわったこと、ここは聞き逃さないでと思う、うん、おすすめポイントがあれば教えていただきたいです。あー、こだわったこと、うん、そうですね、あの当時その2018年頃に出した音源とかを思い切って2023年バージョンで撮り直しをしたりとか、うん、はい、していて、でやっぱりアルバムなので表題曲とかも必要になるよねっていうことで、はいはいはい、表題曲を選ぶのに結構苦労して、であの、ね、先ほどお話にも出していただいた刻印という楽曲が今回の表題曲にはなったんですけど、はい、とにかくこう VTuber 活動6年目なので、長く業界を見てきてやっぱり思うことってどんどん出てきたので、うん、それをどうにかこう歌でメッセージとして届けられないかなっていうのを、うん、結構こだわりながら楽曲作って、で楽曲のアルバムの中での並びとかも結構考えたり、うんうん、あと曲と曲の間の秒数まで結構こだわって作ってますので、うん、よかったらあの1週も2週も何週もできるアルバムになってますので、ぜひそこ聴いていただけたらいいなと思います。いいです、楽しいですよね、そういうのやってる時、うん、そうですね、どんな反応してくれるかな、気づいてくれるかなってちょっとウキウキしながらいろいろ仕掛けを入れていってます。じゃもう盛りだくさんですね、うん、はい、ぜひ聴いてください。ありがとうございます。ということで最後に浅野さんからお知らせなどあれば。あ、はい、ありがとうございます。私11月1日水曜日にビクターエンターテインメントから、百花繚乱というアルバムを引っ提げてメジャーデビューさせていただきます。同じ日に、20時から YouTube で、リリース記念の無料ライブをやらせていただきます。うん、ぜひあの無料で見れますのでチャンネル登録していただけたらとっても嬉しく思います。あと11月の23日に秋葉原ゲーマーズの本店さんの6階でファーストアルバム百花繚乱リリース記念のイベントをやらせていただきますので、よかったら遊びに来ていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。短い時間でしたがありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日のゲストは VTuber の浅野瑠璃さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。和田正幸と尾崎由香と世界の和ダックスレディオ、和ダックス七色セリフオーディション。ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして、架空のアニメの架空セリフでオーディションにチャレンジしてもらいます。最終的に合格した学生さんにはワダックスラジオ関連企業から依頼された公式コンテンツへの出演権がプレゼントされます。ではまず10月のテーマセリフを発表します。10月の男性用セリフはこちらです。どうしても行くんだなとなります。ではここで最初の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジ千葉校、ラーメン大好き中山大輔です。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、中山さんにもまずは演出を入れずに読んでいただきたいと思います。お願いいたします。はい、どうしても行くんだな。おお、これはどんな世界観が。まず3人組の旅人がおりまして、うん、で1人がまあ嵐の中でもう船の中から落ちちゃったみたいな感じで、うん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 、
でもう助けられないってところでもう一人の男の子が助けようとしに行くんですけども、引き止めるんですけども、そこでどうしても行くんだなっていうのを想像しました。引き止めたんですね。はい、では、うん、和田さんに演出を入れていただきましょう。はい、じゃあちょっと面白い方向行きましょうかね。うん、ここはまあ世界一のカジノですと。はい、で、あなたは友人と一緒に来てて、はい、そんなにね自分は強くないわけですよ。で、はい、友人はめっちゃバンバンバンと当たってて10万ドル分のコインが当たったんです。はい、でさあ次乗るかそるかってところでその10万ドル全部かけてダブルアップをするのに行くぜと思ってやろうとしてる友人に一言いただけますか。はい、かしこまりました。それではお願いいたします。お前どうしても行くんだな。おコメディチックだった1500万だからね。そうですね、心が揺れました揺れてしまった。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いて2人目の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、総合学園ヒューマンアカデミー北九州校パフォーミングアーツカレッジ、趣味はプロ野球観戦の長野亮太です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。それではですね、まずこちらも演出を入れずに読んでいただきたいと思います。お願いいたします。どうしても行くんだな。うん、これはどんな設定が。そうですね、仲間に対してなんですけれども、はい、生きて帰ってこれるかわからないぐらいの結構強大な相手に対して立ち向かっていく仲間に対して引き止めはしないんですけれども頑張ってこいよっていうエールの意味も込めたセリフです。うーん、熱い思いがあったんですね。それでは私が、演出を入れていきたいと思います。はい、お願いします。今回は兄弟にします。兄弟、はい、家族や親戚と縁を切って兄弟弟は村を出ます。僕は村を出て頑張るんだとね、そんな兄の一言にしていただきたいなと思います。はい、ご準備よろしいでしょうか。はい、ではお願いいたします。どうしても行くんだな。お、優しい兄、ありがとうございます。優しく弟をもう理解して行ってこいっていうことですかね。そうですね、もう優しく包み込んであげました。素敵でした、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで中山大輔さん、長野亮太さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーで使用する男女別のセリフなども募集しています。どんどん送ってきてください。ということで以上、ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ、そろそろおしまいのお時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは wadax@joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回のおまけは引き続き浅野さんにお話を伺います。詳しくは番組公式 X をご覧ください。さてここでお知らせです。では世界さん、はい、今日の夜ちょっと何時か分かんないんですけど、はい、あの配信がファンタであるので、はい、結構びっくりするようなサプライズあると思うので、ぜひご覧ください。お願いいたします。はい、ということで浅野さんありがとうございました。ありがとうございました。あ、1個あります。あります。そう、浅野さんから、うん、そう、あの今回ね、うんうん、せっかくなんでリスナーの方にサイン色紙をということで、うん、プレゼントいただきますので、詳しくは公式 X の要チェックくださいませ。よろしくお願いします。うわ、やばいでしょうね。争奪戦だよ。争奪戦だ、うん、よろしくお願いします。はい、ということでおまけもよろしくお願いいたします。お願いします。ぜひ、ね、お話できればと思います。はい、ということでここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香と世界と朝野瑠璃でした。ありがとうございました。この番組は総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。